はい、どうも皆さんこんにちは、コウヘイでございます。ということでですね、本日なんですけれども、まあ、今ですねこちらね、あの東京は港区芝公園にですね来ております。まあ、芝公園といえばですね、もうね、あのこちらにね上に見えておりますけれども、で思いっきり白飛びしちゃってるかな、東京タワーのですね、もう入り口でございますね。もう本当に玄関口でございますけれども、本日はですね、まあ、こちらのね、東京タワーでですねラブライブシリーズとね、年またぎツアーということでね、まあ、本日からねコラボが、開始されているということでね、まあ、そんな感じなんでね、本日はね、まあ、こちらでね、アクア虹ヶ崎リエラとのですねコラボの、様子なんかもですねお届けしていきたいなというふうに思います。まあ、展望台にね登ったらね、それはそれでね、なんかねコラボのねなんか特典とかもあるらしいので、まあ、その辺も含めてね、まあ、なるべくねちょっと詳しく、見ていきたいなというふうに、思います。じゃあね、もう早速ね東京タワーのふもとっていうかね、あのタワーの目の前まで向かっていきたいと思います。まあ、なんかね、スクールアイドルたちを助けてあげようみたいな感じのね、なんかあれかな、推理系かなんかの企画なのかなって感じでございますけども、まあ、料金がこれ大人3000円ってことでね、まあ、いろいろなんか特典もついた上での3000円ってことで、まあピクチャーメインデッキチケット、まあ、オリジナルチケットがもらえて、あとラリーシートっていうのももらえて、であとラブライブシリーズ上り階段認定証ということで、まあ、多分これあれですね、展望デッキまで階段で登れるんですけども、あのその階段登って利用した方はまあその認定証もらえて、であとトートバッグももらえて、あとなんかクリアファイルとかもついてきて、であとスクールアイドルたちからの感謝状1枚ということで、まあ、こんな感じのですね特典がついてるということで、結構豪華ですね。うん、まあ、大規模なコラボってことでね、まあ、アクア虹ヶ崎リエラいますけれどもね。まあ、ちなみにここになぜかね、あのヨハネちゃんがいるんですけども、なんでここにヨハネちゃんがいるのかはまた後で、まあ、説明っていうかね、見ていきたいなというふうには思いますけども、まあ、とりあえずはですねこのね、チケットの方を買っちゃいたいと思います。はい、ってことでね、ちょっとね、もう早速ね買ったのでこちらご紹介いたしますけれども、こちらがあれですね、スタンプラリーみたいな、スタンプラリーラリーチケットみたいなものですね。はい、裏にですね、まあ、こんな感じで、まあ、いろいろ書いてあるんですけれども、まあ、各キャラごとのね、あのパネルを見つけて、まあ、そのパネルが何階にあるかっていうのをね、あの見つけろっていう、まあ、ゲームみたいなものなんですけどね、もうリナちゃんがここにいますけども、まあ、目の前にね、こんな感じで、まあ、リナちゃんの、ボードがありますので、まあ、リナちゃんは、1階ですね。はい、こんな感じで、進めていきます、ラリーの方は。はい、そしてですね、他にいただいたのがこちらが、東京タワーへの、展望デッキに向かうメインデッキですね、の方に向かう展望台に向かうチケットですね。はい、まあ、多分この2つが必要なんだと思いますけども、これあれですね、特別展望台じゃなくて、150m の通常展望台の、チケットですね。はい、であとこの、ね、チケットセット買うとね、トートバッグとかね、まあ、もらえたり、
クリアファイルとかもいただけます。さて、そう、あと他にですね、このミヤちゃんのバースデーカードもいただきまして、で一応特典の今回僕が買ったね、もの自体は、こんな感じかな。とりあえずね、クリアファイルに、バースデーカードに、あと展望台へ向かうチケット、そしてラリーチケットですね。とあと、こちらも、買いました。こちらもよいしょ、ほっ、はい、来ましたね。推しがもう完璧に来るというね、もうカノンちゃんが来てくれたんで、もう交換は一切必要ございません。じゃ早速ね、上の方も登っていきたいと思います。展望デッキもね、登っていきましょう。さて、ではですね、今回ですね、展望デッキ、まあ、メインデッキに登るにはですね、こちらのステアーズ600って読むのかな、まあ、600段の多分階段登れってことなんでしょうね、まあ、メインデッキの行きの上り階段、こちらでですね、階段の方を今回登っていきたいと思います。まあ、600段ってことなんでね、まあ、ちょっと疲れそうな感じもしますけども、まあ、無理せず頑張っていきたいと思います。ではですね、じゃあこのね階段ね、向かっていきましょう。はい、ということでね、まあ、だいぶね、夜っていうかね、まあ、夕方になってきましたけれども、まあ、人との、ね、あの距離を適切に、ね、保っているので、マスク、ね、する必要ないって書いてありましたので、外してね、今登ってますけども、まあ、体力使うんでね、600段なんで、ね、まだ今100段ぐらいですよ。これがね、あとね、6倍ぐらい続くって思うとね、そりゃね、もう体力消耗しますからね、意外とね、こういう感じで行った方がいいのかもしれない。いやでもだいぶね、もう結構いい高さになってきてますよね。こんな感じで、うん、うわすげえ。まあ東京タワーってね、こうね、ちょっと網みたいな感じのね構造になってるんで分かりにくいですけど、やばい、だいぶ疲れてきましたけど、おゴールね、600段登り切ったということでゴールですね。よし、登り終えました。いや東京タワーの景色綺麗ですよ、ね、あちょうど東京スカイツリーが見えてますね、向こうに、うん、でここはあれですね、赤坂あたりとかだと思いますけども、赤坂とかですね。これあれですよ、もう展望台あるあるですけど、高い、怖いな、めっちゃやばい。いやね、もう高所恐怖症の人は絶対見ない方がいいですねこれ。東京タワーの、展望1階ですね。はい、先ほど僕がね登り切った、展望2階の1個下のフロア、展望1階なんですけれども、まあね、相変わらずレインボーブリッジとかね、見えてますけれども、こちらにはよいしょ、はい、こんな感じでね、でっかいね、これポスターって言っていいのかな、なんか大きな、もうラブライブシリーズのね、まあ、それこそね今度のねカウントダウンライブでね出演するメンバー全員がねイラストとして描かれておりますけども、これでかいですね、うん、ちなみにこれね、ここにはダイヤちゃんのパネルもあるのでね、まあ、こんな感じになっておりますけども、いや右からアクア、虹ヶ崎リエラといった形のまあ面々となっているということですね。はい、まあね、カウントダウンライブ中もね当然ねこれ開催されておりますのでね、まあ、皆さんねぜひねこれ見に来ていただけ、まあ、当たり前ですけどね、これ展望台登らないとね、今ここだってね地上150メートル以上の上ですから、まあ、当然展望台登らないと見れないわけですのでね、まあ、ぜひね皆さんもねこちらご覧いただきたいなというふうに思います。まあ、とまあこんな感じでね、一応展望台、ね、まあ、この上にもね特別展望台ってありますけどね、もう一通り巡り終わったんで、じゃあこの後はね、まあ、さすがにね帰りはねエレベーターで降りますけども、加工したいなというふうに思います。ありがとうございます。左に交換しております。はい、はい、あと上り階段のやつも、ね、ありがとうございます。刀身とデフォルメありますがどうしましょう。あ、じゃあ普通ので、はい、刀身ですね。はい、刀身ください。さてね、こんな感じで、一式ねいただきましたね。いや非常にねいいですね、本当に。まずですね、ラリースタンプ、こちらね、ラリーのですね、行った記念として、こちらの認定証がいただけたっていうことと、
あと僕、ね、先ほど動画でも、行きね、階段登って上まで行ってきましたので、こちらの、カードですね、これもいただきました。はい、これはすごい。いや非常にね、まあね、上り階段がめちゃくちゃ疲れました。めちゃくちゃ体力使ったし、もう超絶疲れたんですけども、まあ、非常にねその分楽しかったということでね。特にこれもカードもねすごいですよ。あの、ね、ちゃんとしたねプラスチックのカードなんですよね。ポイントカードとかであるようなちゃんとしたカードなんでね、これはねマジで記念になりますよ。うん、だるいからとかね、まあ、確かに大変、結構ね息苦しくなるんですけども、大変なんですけども、でもね頑張っただけのね会話ありますよ。これ非常に豪華なんで、皆さんもぜひね、あの東京タワー来た際はね、こちらのねコラボ訪れてみてはいかがでしょうか。大変豪華ですね。で当たり前ですけどね、このねアクア虹ヶ崎リエラのですねコラボなので、当然カウントダウンライブ横浜でピアアリーナでね開催される時も、大晦日も当然こちらの東京タワーでのコラボ行われております。ぜひね皆さんもね年末などお越しになってみてはいかがでしょうか。大変楽しいですこちらね。ちなみにね、こちらのコラボもそうなんですけども、あのパセラでもね、カラオケパセラでもコラボが同じように行われておりますのでね、ぜひ皆さんそちらの方もねチェックしていただければと思います。